交渉してみてくださいとかそういうわけじゃない。いきなりなんだ。なつったかよ。アポなし。アポなし。アポなし多分。どうしますか。いつもやってるように。いやいつもやってるっていうかでもあれですよ。普通にめちゃめちゃ段取り歩きですよ。そんな本当にアポなし取材みたいなことしてないですからね。あ、段取りちゃんつけて。段取りっていうかあの行くよっていうことは許可と断りは入れてるのであれですけどね。うん、はい、はい。それはありますよね。ただ台本はないです。台本はないので、もういつも行き当たりばったりでアドリブ。瞬間的に。何にもそう何にも何にもいつも決めてないです。どうしましょう。こんにちは。こんにちは。長野からわざわざなんかあの長野インターネットソフトをします。見学しにいらしてくださいまして。今年本当高いですよ。そんなんで作っちゃいました。なんかよくだなと思ってすごいなと思って。だから高いと思ってたんですよ。いやもう全然それはあのやっぱり農家の方に協賛していただいているのでそれほどお客様にご負担ならずに食べて。昼間は一緒に来るから、あ夜6時とか7時の早い時間までだったら一緒に行けるかもよって言って、そのここに来られる。いつもあれ誰が撮ってるんですかね。あ自分で。三脚とか使ってる。使ってないです使ってないです。歩きながらとかですもん。あでもオープニングとかさ。まあオープニングとかエンディング最後の2人で映ってる時だけは三脚立ってますけど、それ以外は基本。だからねこうやって。フットワーク考えるとやっぱこれが一番今まで使った中でも一番いいんですよね。やっぱ GoPro とかはこう四角いやつは手持ちもやりづらいし。今時っぽい。そう、そうね、あんまりやっぱりちっちゃければなんかね機動性がいいってわけでもないというか、はい、前は俺もそれでやってたんですけどそれ撮ってるとその間スマホ使えないし、こう関節が多いじゃないですか。だから壊れそうで怖いんですよね。落としちゃいそうとかね。そうで、あと大きいじゃないですか。ジンバルもそこそこの大きさある上にスマホもこの大きさあるからやっぱり意外とかさばって、はい、撮ってない時オフにした時の持ち歩きがすごく邪魔ですよね。そうそう重いし、スマホいちいち外すのも面倒くさいし、ね、だからあんまりそういうスマホのジンバルは使い勝手良くなくてやめました。でこれにしちゃったんですよ、ね。いいことです。来るわ。来るね。あれゆっくりだからな。できればこれやっぱり、ね、説明しながらだもんね。そうだし人の映り込みしちゃうとやっぱ一応ね、うん、あれじゃないですか。そうだね。顔できるだけ顔消す処理が必要になるのでちょっとできれば背景には人がいてほしくないので。本当はいる。じゃああれは本当はいるんだね、いっぱいね。いや、そんなこともないです。最近行ったところはもう全然山、乗鞍とか山じゃないですか。はい、山ですね。なんであんなところも人いないですし、あとはあのミュージアムとかは結構もう最初から収録行く感じで段取りしてもらってるので、あのもう休館で一般の方いない時やったりとか、あすごい。そういう感じなので、そういう時はもう全然何も気にしてないですよ。はい、素晴らしい。ポッケある。ポッケに、まあ、どうしよう。中入ったら、中にも入ります。あ、こっちですか、うん、いや、あ、そっちだけ。でも本来今、ね、コロナなんで多分店内営業本当はしてないと思うんですよね。してないんだと思います。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネットお仕事と申します。今長野県は松本城近くに来ております。実は今日は、新ナビという長野県の、観光名所を指定されているメンバーに来ていただきました。はい、それでは代表の小橋さん、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、皆さんこんにちは。新ナビをですね、まあ、メインで、撮影から編集とか公開作業まで全部やらせてもらっている、清人です。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。そして、はい、お隣。はい、皆さんはじめまして。フリーモデルをしています花咲かすみです。一緒に、はい、一緒に新ナビで活動をさせていただいてます。ありがとうございます。そして3人目、今日取材の対象でもありますが、はい、たまたまです新川さん。はい、新川と申します。ポルトガル工房アレンテジャーナの新川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まず今日は取材まずされたんだと思うんですけども、はいはい、された方ですね。された方ですね。どうでした？あの感じとしては。前回もちょっと来ていただいたので、はい、もう和気あいあいとやらせていただいた感じですね。はい。こういうふうにこう取材されるのも悪くはないんですかね。そうですね。ちょっと恥ずかしいですけどね、まだ。はい。まあ名所を紹介するってことで、そのインターネットのその可能性っていうことを、まあ、はい、信じて。そうですね、対応されていると思うんですけども、はい、とてもありがたく思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。こちらこそ。ありがとうございます。そして小林さん、はい、この、新波、開こうと思った理由は何だったんでしょうか。まあ、今ちょっとね、観光とかもなかなか出づらい状況だと思うんですけど、はい、コロナのこともあって、で、まあ、このチャンネル、YouTube チャンネルですけど、新ナビ、まだ6月から始めたばっかりなんですね。なので、まあ、こういう状況を踏まえて、今だったらそのやっぱりお家にいる時間が長いので、家にいながらに県外の人たちにも長野県のその良さとかをぜひ、チャンスかなと思って、むしろお家にいてきっとやることがない中で、旅行も行けないっていう中で、はいはい、長野県知ってもらう機会に逆になるんじゃないかなと思って、うん、県内のいろいろそういう見どころなんかを紹介できればということで、うん、始めました。はい。まあ、観光ということで、はい、いろんなその名所をこう、うん、巡ってると思うんですけども、うん、まあ、半年近く続いてるという話だったんですけども、はい、セレクトするのもなかなか大変なんじゃないでしょうかね。そうですね。なかなかやっぱり今その旅行に行きづらいのイコール自分たちもあんまりそのいろんなところ行って大々的にはやれないので、まあ、場所選定が一番苦労しますかね。まあ、とりあえずは本当にお友達のつてとか、やっぱりお付き合い今までさせてもらってる関係の中でまずは始めさせていただいていて、はい、なので今回もちょっと新川さんももともとお店に時々来させていただいている中で、ちょっとぜひ紹介したいなということで、お菓子おいしいんで今日はお邪魔したと。はい、いただきます。なるほど。まずはその身近なところからご紹介していこうっていう。そうですね。一応まあ長野県本当にめちゃめちゃ広いですからね。北から南までもう県が行くより遠いの で、 まあまずは行ける範囲ではあるんですけど、でも結構なんだ、西はこの間乗鞍高原とか最初は行ったりとか、あとは美ヶ原高原、この間は長和町とかね、ちょっと黒曜石のミュージアムとかがあって、そういうところへ行ったりとか、あとは近いうちに南の方に今度は阿智村、今日本一星空が綺麗なところっていうことで売ったりしてるところですけど、あ、本当ですか。そう、そこも今ちょっと話はしていて、一回阿智も取材っていうか収録にお邪魔させていただく前提で今ちょっと打ち合わせとかしてます。で、もともと今かすみちゃん一緒にやってもらってますけど、当初始めたのは芦木ひろかさんっていうシンガーソングライター、地元で活躍するひろかちゃんと元々は一緒に始めたんですけど、はい、ちょっと今彼女が新潟へ3ヶ月間修行の旅に出るということで世界の見聞を広げるために3ヶ月新潟へ海へ行ってくるって言って、ちょっと今そっちに行ってしまってる関係上で、今かすみちゃんになのでその間の代わりを務めてもらってるっていう感じなんですけど、で、まあ、そのひろかちゃんも結構そのやっぱりシンガーソングライターでいろいろ活動しているので、その先日行った長和町はふるさと親善大使っていうものを務めてたりとか、まあそんな感じで、あとは自分の関係とかでその2人のいろいろ持ってるつてを今は最大限に利用して、まずそういうところからお邪魔して紹介させてもらっているような状況ですね。なんかそのローカルなその名前というか、はいはい、村の名前が出てくるんだけど全然わかんないんですよね。はいはいはい、長野県広いですからね。広いからね。そう、長和町は美ヶ原高原とか、はい、上田と松本市の間にあるのが長和町なんですけど、はい、そうです。美ヶ原はだから厳密には 3つの市町村が、松本市、上田市、長和町のちょうど境界線になるんですけどね。なるほど。はい。まあ、そういうわけで、かすみさんも、はい、まあ、お手伝いということで、はい、そうでもずっと続けていきたいですよね。まあ、これからもゲスト出演でもさせていただいてお願いします。ぜひ、まあ、結構楽しんでやってます。そうですね、はい、身近なことを皆さんに紹介するっていうのはなかなか大変だと思うんですけども、ぜひ今後ともいろんなことを調べながら、はい、たくさんの人に長野県の良さをこう、はいはい、つなげていただきたいと思いますね。はい、そうですね。とりあえず毎月今は1日と15日っていう固定の日で、月に2回、朝9時にアップロードするような感じで YouTube 更新してますので、ぜひ皆さんチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。